リヌグアンっていうのは豚の血で煮込んだ料理で、まあ、鉄分ちょっとやっぱ感じるので嫌いな人が多いですね。日本人ほとんどダメだと思います。まあバロットと一緒で珍味に該当する感じかなっていうイメージですね。あとルンピアは揚げ春巻きですね、日本でいう。まあこれはもう日本にも春巻きありますし、とても美味しいと思います。まあ具はいろいろなものを中に入れてお好みで選ぶんですけども、まあレチョンですね。あとレチョンは豚の丸焼きで、結構カリカリになってて美味しいんですけども、まあ、これセブとかね、こっちの方で名物っていう感じで、まあ結婚式とかお祝いの時は丸ごと豚の丸焼き出てきて、ちょっと見た目がかわいそうだったりするんですけども、まあ、フルーツサラダはココナッツミルクで混ぜたこういろいろなものが入ってるサラダですね、美味しいですね。バナナキューはバナナ揚げたやつです、美味しいです、これも。ニーサのですね、ロールオーバーについて聞かれてます。2回目のバイトでしょうか？ということと、あと税務署の審査機関とか。